ビッグシック、僕たちの大いなる目覚めは2017年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画。監督はマイケル・ショールター、出演はクメール・ナンジアニとズ・オイ・カザンなど。パキスタン出身のアメリカ人でコメディアンとして活動しているクメール・ナンジアニから妻のエミリー・ブイ・ゴードンとの実体験を聞かされたジャドア・パト監督らがプロデュースを務め。 ジア兄が妻と共に脚本を執筆した作品で都会を舞台にした偉人主観の恋愛を描いている。第90回アカデミー賞で脚本賞にノミネートされたほか、多数の映画賞で脚本賞などにノミネートされた。クメールはエミリーと交際していたが、彼の両親は保守的なムスリムであったため、息子が白人女性と恋に落ちたことをよく思っていなかった。 そんなある日、エミリーが謎の病に倒れてしまう。クメールは、エミリーの両親のサポートを受けながら彼女の闘病生活を支えていくこととなる。2015年12月、フィルムネーションエンターテインメントとアパトープロダクションズは、クメール・ナンジアニとエミリー・ブイン・ゴードンが自分たちの実体験を題材に執筆した脚本を映画化すると発表した。2016年2月、 ゾーイカザンが本作に出演すると報じられた。4月、ホリーハンターとレイロマーノの出演が決まった。5月、エーディー・ブライアント、ボー・バーナム、カートブローノーラー、アディール・アクタルが本作に出演するとの報道があった。6月には、アヌパムカーの出演が決まった。カーの起用を推薦したのは、ナンジアニの父親であった。なお、 カーにとって本作は500本目の出演作となった。2016年5月11日、本作の主要撮影が始まった。2017年1月20日、本作は3ン,ンス映画祭でプレミア上映された。アマゾンスタジオズとフォックスサーチライトピクチャーズが激しい配給権獲得競争を繰り広げ、最終的に全社が1200万ドルで本作の配給権を獲得した。 その後、Amazon Studios は、ライオンズゲートと共同で本作を配給すると発表した。本作は批評家から絶賛されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには244件のレビューがあり、批評家支持率は98%、平均点は10点満点で8.2点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は面白くて順調で、 知的な作品だ。ビッグシック、僕たちの大いなる目覚めは、訴求力のある主演二人と文化交流という主題を使って、ロマコメのスタンダードな形態が、今なお掘り下げるべき新鮮な資座を残していることを証明している、となっている。また、メトクリティックには47件のレビューがあり、過重平均値は86、100となっている。なお、 本作のシネマスコアは A となっている。本作は2017年3月に開催されたサウスバイサウスウエスト映画祭で観客賞を受賞した。ありがとうございます。